こんにちは。あなたはフレイルという言葉を知っていますか？最近この言葉はいろいろなところで使われるようになってきているので、知っている人は多いかもしれませんね。簡単に言えば、フレイルとは心身が弱くなっている状態のことです。このフレイルを放置しておくと、認知症や寝たきりのリスクが高くなります。そこで厚生労働省はこのフレイル対策として来年からフレイル検診を行うことを決めました。今回はフレイルについてお伝えしたいと思っています。報道によると、厚生労働省は来年度から75歳以上の後期高齢者に対してフレイル検診を導入します。なぜなら、後期高齢者以降になると要介護状態になりやすいからです。今回のフレイル検診は介護状態になることへの予防や改善を促すために行うものです。要介護者が減れば、介護する人の負担や費用、ひいては国の社会保障費の削減につながります。あなたは自分がフレイルだと感じているでしょうか？中には、私はまだまだ若いと感じている人もいるでしょうね。フレイルの特徴としては、体重の減少、筋力の低下、活動量の低下が見られることです。現在、全国で350万人の高齢者がフレイルだそうです。具体的には、健康な人に比べて、歩くのが遅かったり、食べるのに時間がかかったり、生活に営むのに必要な力が落ちていきます。では、自分が実際にフレイルかどうかを簡単にチェックする方法がありますので、試しにやってみてください。こちらがフレイル検診のチェック表になります。項目は全部で15項目です。1. 現在の健康状態はどうか。 2. 毎日の生活に満足しているか。 3. 1日3食を食べているか。 4. 半年前に比べ硬いものが食べにくくなったか。 5. お茶や汁物などでむせることがあるか。 6. 半年間で2から3キロ以上の体重減少があったか。7. 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思うか。8. この1年間で転んだことがあるか。9. ウォーキングなどの運動を週1回以上しているか。10. 周りの人から物忘れがあると言われるか。11. 今日が何月何日かわからない時があるか。12. タバコを吸うか。13. 週1回以上は外出しているか。14. 普段から家族や友人との付き合いがあるか。15. 体調が悪いとき、身近に相談できる人がいるか。どうでしょうか？私もこちらのフレイル検診のチェック表をやってみました。その結果はですね、こちらのようになります。まず1番目、現在の健康状態ですけれども、いい状態です。特に問題はないと思います。まあ、たまに腰が痛くなるとか、目がしょぼしょぼするとか、咳が出るとかはありますけれども、基本的には健康状態はいいです。2番目ですね、毎日の生活に満足しているか。まあ、すごく満足しているかって言われるとそうでもないですし、不満があるかというと、そこまでもないので、まあ普通かなと思います。3番目、1日3食を食べているか。これはしっかりと食べています。4番目、半年前に比べ高いものが食べにくくなったか。確かにですね、私は以前に比べると、やはり食べにくくなったかなと感じます。まあ、おせんべいが好きなので、おせんべいみたいな硬いものを結構食べるんですけど、ちょっと噛みにくくなった感じがしています。5番目、お茶や汁物などでむせることがあるか。これもですね、私もたまにむせたりしますね。
やはり、5年前とか10年前はむせることはなかったんですけども、ちょっとですね、嚥下の方がですね、ちょっと弱くなってきてるのかもしれません。6番目、半年間で2、3キロ以上の体重減少があったか。私は体重減少はないですね。むしろ増えたかもしれません。やっぱり体重減少があるとちょっと危ないみたいですね。7、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思うか。私、もともと早歩きなんですけれども、やはりその当時、5年前とか10年前に比べると、やはり少し遅くなってきたかなと思います。8番目、この1年間で転んだことがあるか。これはないですね。ただ、やはり、ちょっと引っかかって、転びそうになったことは、あるかもしれませんけども、転んだことは実際ないですね。9番目、ウォーキングなどの運動を週1回以上しているか。私は毎日ウォーキングしてますね。なんでこれは、しているですね。あと10番目、周りの人から物忘れがあると言われるか。たまに忘れてしまうことがありますね。なんでこれはありますね。11番目、距離が何月何日かわからない時があるか。これもたまにありますね。どちらかというと、日にちよりも曜日の方でを意識しているので、今日は金曜日だとか、今日は日曜日とか、そういうのは分かるんですけども、何月何日かって日にちはあんまり意識してないので、これは分からない時ありますね。12番目、タバコを吸うか。私は吸わないですね。大体30歳ぐらいまでは吸っていたんですけれども、現在は全然吸わないです。13番目、週1回以上は外出しているか。これは外出していますね。週1回以上は外出してますね。14番目、普段から家族や友人との付き合いがあるか。そうですね。全くないわけではないんですけれども、少ないかなと私は自分自身では思います。15番目、体調が悪いとき身近に相談できる人がいるか。いるんですけれども、家族とかに相談はしますけれども、少ないかなと、これも思いますね。いかがでしたでしょうか。今回、厚生労働省が行う予定のフレイル検診ですが、75歳以上を対象としています。しかし、私は中年以降になったら、このようなチェックはしておいた方がいいと思います。というのは、フレイルという状態は、75歳以上になって突然なるというものではなく、徐々に時間をかけてなるものだからです。75歳でチェックするっていうのはちょっと遅すぎるかなと思います。早めにチェックすることで、自分の今の心身の状態を把握して、それを改善するのにつなげることが大事だと思います。ですので、20代、30代だったら、まずフレイルってことはないと思うんですけれども、40代、50代になってくると、やはり、やや衰えてきたなって感じると思いますので、このようなフレイル検診というか、フレイルのチェックはした方がいいと思います。ちなみに、このチェックをやることで、私自身は、もっと人とのつながりを密にした方がいいなと感じました。普段、パソコンとばかり向き合っているので、あまり人との交流が少ないからですね。ただ、現在の仕事って、パソコンを使う仕事とかが増えていますので、私のような人間は結構多いのかもしれませんけども。今回の動画は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。